115?9 番アイアン。足りないかもしんないな。まあいいか、うん、ちょっと右目に打とうかな。右目に打って、やばっ、水切り、水切りする。おー、すげえ。結果ナイスもん。危なっ。左のバンク、やばいよ。左のバンカー怖いって左に行っちゃったよ。あ、8番で打ったからだ。危ねえ。9番だったら入ったわ。いい感じ。あ、左。あ、よかったよかった。やん。うまい。うまい。ナイス。ナイス。タッチはいいんだけどね。ナイスタッチ。内側、カップ内側だぜ。さあ、よし。ナイスパー。ナイスパー。さあ、ナイスパー。ありがとうございます。はい、パーです。ドライバーで打っていくの待つ。やっていく。やっていく。右側にプッシュ。右側、なるべく右、右に、右のバンカー方向、はい、やばい。でもこれは引いてでしょ。大丈夫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 。あ、木と木の間、はい、これですね。一個はドライパー、オーバーだけど、右の奥のバンカー方向、お、狙う、はい、おー、完璧じゃん。うん、これは完璧。完璧。おー、今日今日今日一番いいとこ。狙うとこ狙うとこ。ナイスショ。ナイスショ。うまい。え、それで、そのクラブでマンブリはあるの？たまに？あ、そう。はい。でも、当たる方？日によりますけど。今日は、ゴブゴブ？ゴブゴブ？はい。ゴブゴブだけど。当たったら超えるもんね。ね。ゴブゴブだけど、まっすぐ狙っていきたい。はい。挑みます。よっしゃ！はい。いいね。いやいや、たよ。余裕で超えてる。ナイスー。オッケー。お、分かった。ナイスー。飛ばしのコツみたいなのあるの？教えてほしい。ありがとうございます。ね、教えてほしい。なんだろう。でもなんか、お尻で飛ばすみたいなのを聞いたことがあって。お尻？そう。お尻で押すみたいなのを聞いたことがあって、なんかグッと当たるときにお尻をグッてみたいな。なんてお尻をグッて、そう、お尻をで、そうって聞いたことがあったんですけど、うん、最近筋トレ始めてお尻鍛えたら、うん、なんかあ、押してるみたいな、そうそうそう、ってなりました、最近お尻で押す、合ってるか分かんないですけどね、ちなみに。あ、でもね、全然普通の子よりも飛ぶわけだった、ね、やっぱり下半身鍛えるのが大事なんだよね。スイングはそんなに気にしてない。あ、でもなんか最近はあんま気にしてないですけど、前はめっちゃ研究しました。そうなんかいろんな人の、動画
のインスタで録画して自分のとこうやってずっと見てやりました。いつそんな時間があるんだろう。確かに確かに確かに本当だよね。頭にちょっとやっぱ容量がいいんだろうね。とりあえず5番ウッドで5番ウッド160ちょいぐらい。お尻に意識を。とりあえずってみます。あ、なんか待って、なんでさこういう時に捕まるの。セーフ。カート道の左です。考えてます。6番アイアンでもう低く出してあのバンカーを越えつつフェードで奥みたいな感じ。越えていく。フェードで越えていく。フェードで越えていきたいんだけど、上もあるし、うん、短いとバンカーじゃん、うん、こっちかな。でもこっちもバンカーなのね。うん、どっちにしろバンカー。やばいな、結構越えていかないかもしれない。マジあの辺のバンカー入りたくない。もっと引くか。あ、やばい。あー、ナイストライ。全然ダメじゃん。むしろこの辺に出してのアプローチだったかもね。キュアーやんね。うん、ナイス。綺麗。ありがとうございます。うん、競技の時はじゃあこれはもうやっぱ外なんだ。そうだよね。まあ今日それを再確認したってことで持ってきます。110ヤード8番アイアンでいきます。これ結構むずいよ。あ、転がれ転がれ。ナイスショー。カート道ちょっと待て
ちゃった。いや、大丈夫。問題ない。ナイスショー。ナイスショー。うん。いい感じ。お。わあ！やめて。お、敵だ。大丈夫。おー。オッケーオッケー。なんでたまにあのチーピンみたいなの。ほんとやだ。たまにね。たまに。5番ウッドで打ちたいけど、フラフ抜けなさそうなので、7番ウッド。これでもギリやばい。やばいほら、ラフ。止まれ。止まった。ちょっと。右よし、7番ウッド180グラムです。で、7番ウッドで、オッケーとりあえずまっすぐ、オッケー。7番ウッドです。ラフにやられた。やめてー。あ、入ったかも。うん。もうラフです。3度。やばい、でもトップ3度。トップ3度。行っておいとこうかな。今度は優しい。あるある。オッケーオッケー。結構距離あるなあ。あります。めっちゃやだ。やばくない？これ誰？青木バンカー10の登場です。これ超むずいよ。よかったです。はい。さすがです。はい。危なかった。ナイス。大きいかな。ああ、ちょっと大きいっぽい。7。すごい。すごいね。マジでめっちゃ見てた。お、ナイス。スラだ。だね、結構行くんだね。結構スラッとして早かった。だオッケー。やばい。すごいナイスバーディ ー、 ディー、めちゃめちゃ綺麗に。すごかったよね。すごい。